体調が悪いとタヌキになるのは人は当たり前なので、殴ってボッコボコにしても結局スッキリしてないですよね。会社に細かくて嫌味なおばさんがいます。煽り耐性が低いです。煽り耐性上げるために必要なことを教えてほしいです。よく寝る。多分短期なんだと思うんですよね。あとお腹いっぱいになる。人ってお腹減ってる時って短期になるんですよ。なのでお腹いっぱいにしてよく寝るっていうのをやってると結構どうでもよくなるんですよ。いろんなことが。はい。結婚3年目で3ヶ月の子持ちです。子供が生まれてから旦那に手を挙げてしまいます。旦那から手を挙げられたことはないですが、旦那は自己肯定感が低く、喧嘩のために自分が死ねばいいんだろうと言ってますますイライラしてしまいます。喧嘩中私もカットしてしまい、言葉で通じないと寝かれてしまいます。どうしたらいいと思いますか。子育てでストレスが溜まっていて睡眠不足になっているのが原因だと思いますなので、子育てをしない時間を作ってみてください。48時間、まあ、24時間とかでもいいんですけど、子育ては一切しませんと。で、どうしたらいいとかも質問も一切旦那さんはしてはいけませんと。ただ、のんのんさんが手伝いたければ手伝ってもいいですよと。質問するとか手伝ってくれとか、これどうすんだっけっていうのは、旦那さんは一切聞いてはいけないっていうので、24時間、別に家にいなくていいですよ。なんかカフェ行って居酒屋とか見てますけど、っていう時間を1週間に1回ぐらい作ってみるとストレス発症ができるのと、あとまあ睡眠不足だった場合ガンガン24時間寝れるので、体調を良くするっていうのをやってください。体調が悪いと短期になるのは人は当たり前なので。大学の頃自慢の高身長の年下の彼氏に振られました。数週間後もっと年下の女と付き合い出したので、酔って女を呼び出して泣くまで殴りましたこの話を同僚たちにしたら傷害罪や、ドラマ脳などと言われて、人間を奪われるという考えはドラマの中だからやめろ、個人の意思だとかも意味不明でした。じゃあ振られた私の気持ちはどこにあればいいんですか。ミスターコンに優勝した直後に振るとかありえなくないですか。あと万が一同僚に会社に作られたら私は何かなりますか。同僚の問題より多分殴った女の子が警察に行ったら下手すると逮捕されますよ。で、振られた気持ちがその、まあ、怒りの気持ちの感情があるので、それを何とかしたいというのは至極当然だと思います。ただ多分まあ殴って分かったと思いますけど、殴ってボッコボコにしても結局すっきりしてないですよね。なのですっきりしてないから多分僕にわざわざ2000円払って聞いてると思うんですけど、結局のところその自分を振った相手というのは彼氏が悪いんですよ。で、その新しく作った彼女が悪いわけではなくて、で、多分その彼氏はもう年下が好きっていうので、まあロリコンなんだとすると、もう無理っす。ロリコンの人は年下が好きっていうのは性欲なんで変わんないんで。なので、その振った相手がどれぐらい後悔するぐらい自分がいい女になるか、もっといい彼氏を作って、いや昔あんなしょうもない彼氏と付き合ったんだよねって言えるかどうかって話だと思うので、その警察に捕まるような間違った方向に進むぐらいだったらいい彼氏を作った方がいいんじゃないかなと思います。まあ多分その頑張ればミスターコンに優勝できるぐらいの人が捕まえられるということは、それなりにスペックが高い女性だと思うので、それなりにスペックの高い男性っていうのを捕まえて、今度は将来性のある男性を捕まえるといい会社に就職したりとか、すげえ金持ちになったりするので、スペック重視で次回は行ってみるといいんじゃないかなと思います。新社会人です。会社に細かくて嫌味なおばさんがいます。私は HSP なので些細なことでも気にしてキヨキヨしてしまい、そのおばさんのせいで会社に行くのが憂鬱です。おばさんと私は近いポジションなので逃げ切れないのです。上司の私は気にするな、そういう人もいると軽く失われました。私はどう対処すべきでしょうか。気にしないメンタルが欲しいです。まずおばさんに嫌われてみてください。細かい嫌味が言われるたびに大きな声であーって言ってみてください。多分嫌われます。でも嫌われ続けるんですけど、毎回ずっとやり続けてください。そのうち多分おばさんが根が折れて嫌味を言わなくなります。で、周りからちょっと変な人って思われるかもしれないですけど、思われても大丈夫です。給料は出ます要は嫌味を言われた時にあーって言ってるって言って、それを理由にクビにすることって日本の労働基準法できないんですよ。仕事の能力が低いとかであればクビにできるんですけど、まあそれでも結構クビにするのって難しいんですけど、言われた仕事はちゃんとやってますと。ただそのおばさんに嫌味を言われた時だけあーってなるってなると、周りの人は確かにあなたおかしいよねってなるんだけど、原因としてその嫌味を言うおばさんが悪いんじゃないのっていう方向に今度は向くんですよ。なのでおばさん嫌味言うのやめたらっていうのになるんですよ。で、まあならないんだったらずっとあーって言い続けると、多分おばさんも嫌になってやめると思うんで、そういう意味でひげおやじさん得意なんですけど、耳叩きながらあーっていう練習をしてみてください。はい。
皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。あのひろゆきくんのチャンネルも、そしてよければ僕のチャンネルも合わせて登録の方お願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。